竈門炭治郎。本作の主人公、未成年の妹に猿ぐつわをさせる原因を作った超ロリコン自己中老害加減鬼殺隊絶対殺すマンであるムザン女装癖ありを倒すために鬼殺隊という異常集団に所属する。頭の片瀬に定評があり、間合いを詰めてからの頭突きは破壊力抜群で柱も一目置くほど。温かい心の持ち主ではあるが、その一方で全国の長男のハードルを著しく上げており、多くの男たちを困らせている。水の呼吸という力で水がないところでとんでもないレベルの水遁を使用する。日の神神楽という不思議な舞を一子相伝で受け継いでおり、この技を見た者は全員死ぬ。吾妻善逸。本作のもう一人の主人公、金髪金眉毛というハイカラを通り越したウルカラ、恐るべきハイトーンボイスで多くの視聴者の鼓膜を破壊し、また女性ファンのハートを射止めた。女性が大好きであり、好きあらば女性とのスキンシップを狙っている。眠りながら雷のごとく技を繰り出すことが有名であり、今までのほふってきた鬼の数は眠りの小五郎が刑務所送りにした犯人よりも少しだけ多い。弱腰でへっぺり腰で腰抜けだが、仲間思いで憎めない性格であり、全国の学生が彼を真似て睡眠学習を導入したという。橋平伊之助。本作のもう一人の主人公、イノシシの毛皮をかぶった常識的に考えれば主要メンバーの中で最も顕著な社会不適合者。体が非常に柔らかくタコのようであり、美形で敏感肌という女子高生のような要素もあり、イノシシ、タコ、JK が揃ったいわば鬼殺隊のヌエ。かぶり物から察する通り、周りを顧みない性格をしており、敵の強弱にかかわらず向こう水に突っ込んでいく。野生児である彼が炭治郎や忍などとの交流を通して人らしく成長していく様は鬼殺隊必見のドラマである。フィクションの存在ではあるが、風の噂でこのすけという名前で日本の映像作品に出演しているらしい。竈門禰豆子。本作のもう一人の主人公であり、炭治郎の妹でもあるヒロイン。自由自在に自分の年齢を操ることができるので、本当に妹なのかは不明。ある時はボッキュボンのなでしこジャパン顔負けのキッカーに、またある時は霧箱ですやすや眠る文字通り箱入り娘の幼女に。炭治郎不在時に鬼にされてしまったが、なぜか死なず人間の時より強くなってしまい、結果としては下限や上限の鬼との戦闘で大活躍することになる。そのため育ては鬼舞辻無惨。富岡義勇。本作のもう一人の主人公、そのマイペースさと言葉足らずな性分から周りの大人から嫌われているかわいそうな男。普段はクールで物静かだが、生殺与奪の剣を握らされそうになると途端にブチギレる。水の呼吸の使い手でもあるため、炭治郎の先輩にあたり、育てである鱗滝さんに勝手に腹を切る約束をさせられる不運な男でもある。柱の中でも古参のようではあるが、みんなに嫌われているため姫江島行明ほど慕われてはいない。好きなことは品津川におはぎをあげること。胡蝶忍。本作のもう一人の主人公、一見なかなかのお胸の持ち主のように見えるが、体重から逆算すると結構持っているということがわかる。本来は鬼の首を切る力もないが、本作最強の毒属性を使って戦う。優しそうな風貌と声優早見沙織により、人当たりの良いお姉さんを思わせるが、実は切れやすい若者の代表。継ぐ子である金尾や屋敷の子たちを見ても人を育てるのが得意と思われる。美人のお姉さんもおり、とても美味しそうである。煉獄杏寿郎。本作のもう一人の主人公、そして鬼殺の武藤遊戯と呼ばれる存在であり、生まれた瞬間から誰がどう見ても炎の呼吸の使い手。
炎のような男というより、もう炎そのもの。熱くて温かくて心強い、そして生きる上で最も頼りになる男。劇場版では大量の弁当を食べており、同じ柱であり弟子である甘露寺を彷彿とさせた。輪廻丸を持っていると噂されるが、角度的な問題かもしれない。無事劇場版の興行収入200億を達成させ、鬼殺隊の柱を超越し、日本中世界中の映画産業の柱となった。